ここからは2021年度入試概要についてお話しいたします。なお、新型コロナウイルス感染症への対応について今後重要なお知らせを掲載する可能性がありますので、随時本学ウェブサイトをご確認ください。はじめに全学域の2021年度入試の基本方針について説明いたします。入試は基本的には学類単位で実施します。例外としては現代システム科学域の一般選抜後期日程は学域単位で入試を実施、また総合リハビリテーション学類はいずれの入試も専攻単位で入試を実施します。それ以外はすべて学類単位で実施します。一般選抜は前期日程、後期日程、公立大学中期日程により実施します。工学域は中期日程のみ実施、現代システム科学域、生命環境科学域、地域保健学域は前期日程、後期日程での実施となります。中期日程を実施している大学が少ない中、本学工学域は中期日程を実施しています。合格できるチャンスを増やすことができますので、理系の方はぜひご検討ください。一般選抜の試験場については各キャンパスで実施します。獣医学類の試験場は中本キャンパスですので、お間違いないようご注意ください。工学域が実施する中期日程は中本キャンパスと名古屋試験場で実施します。名古屋試験場には定員に制限があり、出願登録の先着順となっております。共通テストの英語について全学域共通でリーディングとリスニングの配点比率は8対2とします。2021年度入試の募集人員はご覧の通りです。赤丸しているところが募集人員に変更のあるところですが、学類ごとの合計人数に変更はありません。看護学類の一般選抜前期日程では2021年度入試から理系型と文系型を選べるように変更しており、理系型15名、文系型35名の募集人員となります。総合型選抜と学校推薦型選抜の募集期間は終了しています。一般選抜の実施日程はご覧の通りです。一般選抜は前期、中期、後期があり、前期で入学手続きをすると中期、後期の合否は出ないことになります。逆に言えば前期で不合格もしくは合格しても入学手続きをしなければ中期、後期の合否が分かる仕組みとなっております。なお、本学では一般選抜のみインターネット出願を導入しており、紙の募集要項はありません。インターネット出願登録は2月5日の17時まで登録可能ですが、出願書類は簡易書き留め郵便にて2月5日必着ですので、余裕を持って登録しましょう。受験上の注意事項など3点ご紹介します。1つ目、受験上の注意事項。机の上に置いてはいけないもの、英文字の服装は着用しない、遅刻の取り扱いなど大事なことを確認しましょう。新型コロナウイルス感染症等に関する留意事項についても必ず確認しておいてください。なお、付き添いの方の待機場所はありません。2つ目、試験場の下見。中本キャンパスは下見時間が定められていますが、いつでも見学できます。羽曳野キャンパスは定められた時間しか見学できません。名古屋試験場の下見はできません。3つ目、入学手続き。必ず大学へ来て入学手続きが必要です。代理の方でも構いませんので、必ず来学して入学手続きをしてください。入学検定料、入学料、授業料はご覧の通りです。入学料について、入学されるご本人、または入学される方の配偶者、もしくは一親等の親族の方のいずれかが、2020年4月1日よりも前から大阪府内に住所があれば、10万円安い28万2000円になります。ここからは各学域の入試強化科目を見ていきます。現代システム科学域の前期日程では学類ごとに募集をします。知識情報システム学類は大学入学共通テストは5教科7科目です。個別学力検査は数学と外国語です。環境システム学類は英語小論文型と理数型2つの受験型を設けています。
大学入学共通テストはどちらの受験型も5教科7科目または6科目です。英語小論文型の個別学力検査は外国語と小論文です。理数型の個別学力検査は数学と理科です。マネジメント学類では大学入学共通テストは4教科5科目です。個別学力検査は数学と外国語です。共通テストで理科がなく4教科となっていることが特徴です。後期日程は学域単位の募集となっておりますが、個別学力検査がなく大学入学共通テストだけで合否が決まります。入試科目は文系の方もチャレンジできる内容です。2年生になるときに例えば理系の知識情報システム学類を選択できるようになっており、文系の方も理系の方も全ての学類で学ぶことができる入試となっております。現代システム科学域の昨年の入試結果です。上の表は志願者数などの入試実施状況で、志願倍率は過去2年分記載しております。確認検証の参考になるかと思います。下の表は合格者の成績状況です。センター試験の平均の得点率も掲載していますので、勉強される時の目安としてください。こちらの情報は本学ウェブサイトや入学者選抜要項の最終ページに一覧表で掲載しております。後期日程は例年高めの志願倍率になりますが、昨年の実質倍率は 1.7 倍でした。個別学力検査がありませんので、共通テストの平均の得点率も前期日程に比べて大幅に高くなりますが、共通テストに自信のある方にはおすすめです。続いて工学域です。中期日程のみの募集で、大学入学共通テストは5教科7科目です。個別学力検査は数学と理科と外国語です。公立大学中期日程のため、前期日程とはもちろん後期日程との併願が可能です。工学域のみ全3学類のうちから第二志望学類まで志望が可能で、出願時に選択できます。また工学域のみ名古屋に学外試験場を設置します。2021年度入試は TKP ガーデンシティプレミアム免疫西口にて実施します。工学域では志願者総数が募集人員の12倍を超えるときは2段階選抜を行う場合があります。工学域の昨年の入試結果です。志願倍率は3学類の平均が 11.2 倍、一昨年は 11.1 倍でした。また実質倍率は 5.6 倍でした。センター試験の平均の得点率は、電気電子系学類は 82.1%、 物質化学系学類は 80.8%、 機械系学類は 82.2% でした。勉強される時の目安としてください。続いて生命環境科学域の、まずは農学分野です。平行点は緑地環境科学類の後期日程の共通テストに国語が追加されております。前期日程についてはいずれも大学入学共通テストは5教科7科目で、個別学力検査は数学、理科、英語となっております。後期日程は獣医学類は総合科目、応用生命科学類は小論文、緑地環境科学類はなしと様々です。特徴のある科目なので、赤本等でしっかり対策していただくことをお勧めいたします。理学類です。変更点として前期日程の数学重点型における個別学力検査では、理科で生物は選べなくなりました。また後期日程のすべての受験型において、大学入学共通テストを利用強化科目に国語を追加しています。前期日程、後期日程ともに出願の際に4つの重点型から1つ選択します。前期日程の大学入学共通テストはどの重点型も共通して5教科7科目です。個別学力検査は数学、理科、外国語です。選んだ重点型によって個別学力検査の配点が変わります。例えば物理重点型であれば、個別学力検査の理科の科目選択で物理と化学を選択すると、化学よりも物理の方が配点が大きくなるような仕組みになっています。
後期日程の大学入学共通テストは選んだ重点型によって異なり、3教科もしくは4教科です。個別学力検査も選んだ重点型によって異なります。なお、入試の重点型の選択は入学後の家庭配属選択に全く影響がありません。生命環境科学域の昨年の入試結果です。志願倍率においてよく理学類ではどの重点型が良いかご質問を受けますが、毎年順位は変わりますので、ご自身の得意な科目が活かせる重点型で出願いただくと良いと思います。合格者の成績状況です。例年同じ傾向ですが、獣医学類の平均の得点率は8割を超え、他の学類より難易度が高くなっております。地域保健学域です。まずは看護学類と教育福祉学類を説明します。看護学類は大きな変更点があります。前期日程では今年度より新たに受験区分を設けており、出願の際に理系型か文系型を選択します。前期日程の大学入学共通テストは5教科で、理系型の場合は理科で基礎がつかない科目から2つ、文系型の場合は理科で基礎がつかない科目から1つ、もしくは基礎がつく科目から2つとなり、受験区分によって理科の科目数が異なります。個別学力検査は理系型は数学と理科です。文系型は昨年までは外国語と小論文でしたが、今年度は小論文のみ実施します。後期日程の大学入学共通テストは前期日程の文系型と同様に5教科7科目もしくは6科目です。個別学力検査はこれまで実施していた小論文を廃止し、新たに面接を実施します。教育福祉学類です。教育福祉学類の変更点として、後期日程の大学入学共通テストの数学1は選択科目から必須科目へ変更しています。前期日程の大学入学共通テストは6教科7科目もしくは6科目で、個別学力検査は外国語と小論文です。後期日程の大学入学共通テストの教科科目は4教科5科目もしくは4科目で、個別学力検査は面接を実施します。総合リハビリテーション学類です。真ん中の作業療法学専攻のみ文系の科目となっており、理学療法学専攻、栄養療法学専攻は理系の入試科目となっております。前期日程の大学入学共通テストは理学療法学専攻と栄養療法学専攻では5教科7科目です。作業療法学専攻では5教科7科目または6科目です。前期日程の個別学力検査は理学療法学専攻と作業療法学専攻では外国語、小論文、面接です。栄養療法学専攻は数学、理科、外国語です。後期日程の大学入学共通テストは理学療法学専攻では国語、数学、理科の3教科5科目です。作業療法学専攻では昨年度は数学1科目、理科、外国語としていましたが、今年度は国語、数学2科目、外国語の3教科4科目に変更しています。栄養療法学専攻では前期日程と同様の5教科7科目です。後期日程の個別学力検査は3選考ともに面接を実施します。地域保健学域の昨年の入試結果はご覧の通りです。志願倍率では看護学類の前期日程では 1.8 倍とかなり低くなりました。看護系大学が増えておりますし、推薦等で早い段階で決めてしまう方が多いようです。また本学の推薦で不合格だった方が一般選抜で合格されるケースも結構あります。ぜひ最後まで諦めずにチャレンジいただきたいと思います。合格者の成績状況です。センター試験の平均の得点率も掲載しておりますので、
勉強されるときの目安としてください。看護学類、総合リハビリテーション学類では共通テストの配定比率が高くなっております。共通テストでしっかり点数を取れると有利になります。個別学力検査の時間割については、2021年度一般選抜学生募集要項の17ページ、18ページをご確認ください。大学入学共通テストの利用強化科目名については、2021年度一般選抜学生募集要項28ページをご確認ください。先ほどご紹介した2020年度入試結果、志願倍率、合格者の成績については、2021年度入学者選抜要項の52ページ、53ページをご覧ください。最後に、大阪府立大学と大阪市立大学の大学統合について説明します。2022年4月に新大学、大阪公立大学を設置構想中で、現在高校2年生が第1期生となる予定です。大阪府立大学に入学された方が在籍する間は大阪府立大学は存続しますので、卒業する大学も大阪府立大学となります。高校3年生受験生の皆さんの場合、2021年4月に入学後、大学2年生になるときに大学統合される予定ですが、教育課程や授与する学位などに影響を受けることはありませんので、どうぞ安心して受験に臨んでいただければ幸いです。こちらは高校1、2年生向けですが、大阪公立大学の特設ページがありますので、ぜひご覧ください。現在、大学案内が資料請求できます。また、2022年度入試についての概要を掲載している入試ガイドをウェブサイトからご覧いただくことが可能です。大阪公立大学には入試の過去問題がありませんので、どのような対策をすればよいのかとなるのですが、来春4月頃にサンプル問題を公表予定です。ご清聴ありがとうございました。来年4月、大阪府立大学のキャンパスで笑顔の皆様とお会いできることを楽しみにしております。